ロジャー・フレデリック・ウィッカーは、アメリカ合衆国の政治家、元軍人。ミシシッピ州、ポントトック出身。ミシシッピ州議会上院議員、連邦会議員を経て、現在は、連邦上院議員を務める。所属政党は、共和党で、宗教は、南部バプテストである。ゲール夫人との間に3人の子供がいる。1951年7月5日。 ミシシッピ州中ペロで、フレッド・ウィッカーとアードナ・ウィッカー夫妻の間に生まれ、その後ポントトックで少年時代を過ごす。父のフレッドは巡回裁判所判事などを務めた人物で、当時の南部人の多くがそうであったように、保守的な民主党員だったという。ウィッカーも16歳の時、地元ミシシッピ州選出で後に自身が公認を。 勤めることになるジェイミー・ウィッテン・カイン議員のページを勤めるなどミニ首相との関わりが深かったが現在まで所属している共和党に関心を持ったのは高校時代のことだという地元のポントトック公立高校を1969年に卒業後ミシシッピ大学に入学する在学中は勉学に加え学生会の会長を務めるなど勉学以外の 活動にも携わった。1973年に政治学とジャーナリズムの学位を得て大学を卒業すると、その後はさらに同大学のロースクールに進学、法務博士号を得て1975年に卒業する。この後、進学に予備役商工訓練課程を利用していたことから、一旦軍務に着き、空軍で法務官として勤務、 1980年まで現役で任務に当たる。その後は予備役となるが、引き続き2004年まで席を置いていた。軍務を退いた後は、政治の世界に一時みを投じる。1980年から1982年まで、連邦議会会の議事規則委員会に委員会スタッフとして勤務し、同郷のトレントロット会議員付きのスタッフとなる。 1982年に委員会スタッフを辞した後は、故郷のミシシッピ州に戻り弁護士として活動。1984年から1987年までの4年間は、公選弁護人を務めたほか、1986年から1987年までの2年間は、中ペロ市の自治体裁判所で、判事代理も務めている。1986年に実施された。 ミシシッピ衆議会上院の選挙に出馬、当選を果たし、本格的に政界に進出する。衆議会上院議員2期目の1994年には、当時の会員共和党院内幹事だったニュート、ギングリッチが掲げた、保守革命、アメリカとの契約を支持し、同年11月の中間選挙に、ミシシッピ第1区から出馬、当選を果たす。 このミシシッピ州第一区の議席は、ウィッカーが、高校時代に、ページを務めたこともあるジェイミー・ウィッテン会議員が、1972年の選挙で、同州第二区から選挙区開始して、以降22年間にわたって守ってきた議席であったが、ウィッテン議員が94年の選挙には出馬せず、引退したことで、共和党ではウィッカー含め6人が、 民主党でも3人が予備選に乱立する混戦となっていた。この時の予備選でウィッカーは、まず第一回投票で27%の票を獲得してトップとなり、次の決選投票では、同州選出のサッドコクラン上院議員の補佐官だったグラント・フォックスを53%の票を獲得して破り、正式に共和党の候補者に選出された。また本選挙では、 民主党候補のビル・ウィーラー州議会下院議員を得票率にして63%対37%の大差で下している。ミシシッピ州第1区において共和党の下院議員が誕生したのはレコンストラクション直後の1870年に当選したジョージ・ E ・ハリス以来のことであり、 ハリスは1873年に辞職しているため、およそ122年ぶりの開挙となった。当選後は、通算7期14年にわたって、会院議員を務める。当選直後には、同じ1994年の中間選挙で、初当選した共和党議員で構成される、議員会の会長を務めた。また、委員会活動では、前任者である、 ウィッテン議員と同じ歳出委員会に所属。歳出委員会の中では特に軍事施設建設、退役軍人問題及び関連機関に関する歳出小委員会のメンバーとして活動した。2007年11月26日、院内総務なども務めた上院共和党重鎮のトレントロット議員が突如、議員辞職を表明。それに伴いウィッカーは、ヘイリー・バーバー州知事から、 公認の上院議員に指名される。指名を受けたことに伴って、2007年12月31日付で、下院議員を辞職、同日付で上院議員に就任した。補欠選挙は、翌2008年の2月に出された、州最高裁判所の決定に従い、同年11月の大統領選挙と同時に、実施された。この選挙でウィッカーは、 55%の得票を獲得し、厳しい戦いの中で再選を果たす。この選挙で、ライバルとなる民主党側は、ブッシュ大統領の不人気などを追い風に、対立候補として、ロニー・マスグローブ前州知事を立てたほか、上院民主党選挙委員会も300万ドルの選挙資金を投じるなど、ジョンス・テニス議員の引退以来20年近く、遠ざかっている。 ミシシッピ州の議席を奪還すべく、激しい攻勢をかけた。マスグローブ陣営は、ウィッカーの移民政策における、主張の曖昧さや下院議員時代に最低賃金、引上げ法案に反対票を投じたこと、政治献金問題などを攻撃。一方のウィッカー陣営は、マスグローブが民主党員としては極めて保守的である、ことから、 通常の民主党リベラル派に対する主張とは異なり、献金問題や、州知事時代に実行しようとした、周期の変更問題について攻撃した。ウィッカー陣営は、特に周期変更問題について、我々の州の旗を殺そうとしているなどと激しく攻撃した。この周期変更問題は、マスグローブが、州知事時代、同州の人口のントを占める、 黒人有権者層からの支持獲得なども狙い、旧アメリカ連合国の国旗の紋章を含んだ、現行の周期のデザインを改めようとしたことが、発端であるが、マスグローブは、黒人有権者層の支持を獲得するどころか逆に、白人層の支持を失うことになり、再選を目指した2003年の州知事選挙で敗北を、喫するなど、彼にとっては、非常に、相性の悪い問題であった。 今回の選挙でも、全知事という肩書きは、全州的な知名度という点で、マスグローブ陣営に有利な要素となったが、知事時代のこの周期変更問題は同陣営にとって、またもやマイナス要因となった。一騎打ちとなった、選挙戦は、結局終盤までウィッカーがやや優位を保ちながらも、一進一退の攻防が繰り広げられる接戦となったが、 最後の一週間で差を10ポイントに広げ、そのまま逃げ切った。同年の選挙では、前述のブッシュ大統領、共和党の不人気と民主党への追い風から、共和党議員の多くが苦戦を強いられたが、その中で、ウィッカーの勝利は、数少ない高材料と言える。2012年2018年の上院選ではいずれも、民主党候補に大差をつけて再選。 ありがとうございます。